皆さんこんにちは、今日はチューニングのやり方を、説明していきたいと思います。今日、紹介させていただくのはこのクリップチューナーですね。こんな小型なんですけれども、非常に便利です。使い方と言いますと、ギターのですね、こちらのヘッド部分にですね、こう挟んであげて、上げることによって、ギターの振動がこのチューナーに伝わって、今どれの音が出てますよっていうのを教えてくれる、アイテムになってますので、早速、やっていきたいと思います。ギターの弦には、順番があってですね、この細い方の弦から1弦2弦3弦4弦5弦6弦という順番があるんですけども、太い方の弦から、チューニングをしていった方が音程が、安定しやすいので、今日は6、5、4、3、2、1の順で、チューニングをしていきたいと、思います。で、ギターのチューニングはですね、6弦から E、A、D、G、B、E となっておりますので、6弦の方がですね、実際にチューニングをしていきたいと思います。弾いてみます。今チューナーに現れているのが D の音になります。低い状態になっています。 E まで合わせていきたいと思います。6っていう数字と E という、音の高さが出ました、6弦の E ということですね。で、このメーターがこう左に行ったり右に行ったりしてますけれども、ちょうど真ん中に来た時に緑の光で、合ってますよっていうのを教えてくれます。はい、じゃあこのまま次5弦の A の音を合わせていきたいと思います。まあ、低い状態ですので、上げていきます。5弦が5の A が出てきました。はい、これで揃いました。じゃあ次4弦ですね。D が出てきました。はい、次3弦の G です。はい、3弦の G が揃いました。次、2弦の B ですね。2の B が出てきました。はい、最後ですね、1弦の E です。1の E 出てきました。1弦の E ですね。で、ここでですね、ギターの弦はですね、こう張力が変わると音が低くなったり高くなったりします。なので1回のチューニングで終わりにしないで、2回3回ぐらいやっていただくとしっかりと合うんじゃないかなと思います。実際に今1弦までチューニングしてみましたけれども、6弦ですね、もう1回チューナーで確かめてみたい。このように6弦の音ですね、初めに合わせた時よりもちょっと低くなっちゃってますね。で、もう一回、チューニングしていきます。で、次は5弦ですね。はい、5
5弦もちょっと低くなってますので、はい、4弦ですね。4弦もちょっと低くなってます。はい、次3弦。次2弦。次が1弦ですね。でもう一回、6弦弾いてみます。まだちょっと低くなってますね。まあでもかなり合ってきました。大丈夫ですね。5弦はどうでしょう。5弦も大丈夫です。4弦、4弦も大丈夫ですね。3弦も大丈夫、2弦も大丈夫、1弦も大丈夫ですね。これでチューニングが揃って、コードを弾いても気持ちいい音になるんじゃないかなと。チューニングのコツは、1回で終わらずにですね、まあ、2回、3回、3回やれば大体合ってくると思いますので、1回だけじゃなくて、音程確かめていただくと、気持ちのいい音になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、試してみてください。